今日正午ごろ、小谷村にあるスキー場にイノシシ1頭が現れ、男女2人が噛まれるなどして怪我をしました。今日午後0時頃、小谷村にある白馬の乗鞍温泉スキー場でイノシシにぶつかられた人がいると消防に通報がありました。警察によりますと、イノシシは今日午前11時半頃にスキー場に現れ。 ゲレンデにいた24歳の女性客にぶつかった後、別の場所で36歳の男性従業員の足に噛みついた後、逃げました。二人はいずれも軽傷とみられるということです。スキー場によりますと、イノシシは体長およそ1.5メートルほどで、ゲレンデから300メートルほど離れた畑で地元の漁友会に駆除されたということです。